ヨハンバプティスト・ヴァンハルヤンクシュチテル・ヴァネハルは、ウィーン古典派の作曲家の一人。ボヘミア出身だが、ヨハンバプティスト・ヴァンハルのドイツ語名で有名。かつてはこの姓を、ヴァンハルのように解釈して、オランダ系とする説もあった。ネハニツで、チェコ人の農民の家庭に生まれ、地方の音楽家から、早期教育を受ける。はじめはつましい暮らしをしていたが、 やがて村のオルガニストや教会学長として、生計を立てることができるようになった。バニュハルのバイオリン演奏を聴いた、シャフゴーチ白爵夫人は、1760年に、ウィーンでディッタースドルフに作曲を学ぶことができるように、取り計らってくれた。その後も、白爵夫人は、バニュハルが35歳になるまで、幅広く旅して、さらに音楽修行を積むことができるように支援を続けた。 1784年のストーラス主催のカルテットパーティーでバニュハルはハイドンやディッタースドルフ、モーツァルトと共に弦楽四重奏を演奏したと伝えられている。ウィーンでモーツァルトが1784年から1787年まで住んだ家の向かいのアパートにバニュハルは住んでいた。バニュハルはウィーンでは音楽教師として活動したが、 作曲家として名声を博し、作曲だけで生計を立てることのできた、おそらく最初の作曲家だったと言い伝えられている。バニュハルが公共曲を作曲すると2.3年のうちに、ヨーロッパばかりでなくはるか、アメリカ合衆国でも演奏されるほど、作曲家として成功を収めた。需要に応じて大量に作曲しなければならず、100曲の弦楽史重奏曲と、 少なくとも73の公共局、95の宗教局、膨大な数の器学局や声楽局を残している。これほどの成功と活躍にもかかわらず、バニハルは、後に、ウィーンを離れて生活した。ありがとうございます。